鈴木の役から借りて、沢田武に手伝ってもらって、そして、ほのちょっとだけ聴いていただきたいと思います。35年ぶりの演奏いかがなりますということでやら EJB のデビューライブ聴いてください。よろしくお願いします。でいきたいと思います。有名な曲を聴いてください。ファイトルーム
続きまして、まだクリームが続きます。有名どころがずっと続くと思ってください。サンシャインブルーラブ。
教室をチャックしてね、放課後、ね、不良が集まってすごいずーっと音楽やってたっていうね、そういう懐かしいですね。40年近く前から35年ちょっとさばやんでますけどじゃあ、なんと35年ぶりに新曲をやります聞いてください。知ってる人は知っている、ロックンロールソウルという曲で最後締めたいと思います。We'll be right back.